Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。都内でビデオを撮ったモーションデザイナー、セルフクリエイターコニーです。ということで、今日はちょっと嬉しいことがありました。SM エンターテインメント、元少女時代のヒョヨンさんがですね、なんとインタビューでですね、もしストリートウーマンファイターに出るとしたら、どのメンバー、K-POP 界隈を全体見たときに、どのメンバー、どのグループのどのメンバーをあなたはピックしますかっていうふうに質問をされたんですね。これヒョヨンさんです。元少女時代。少女時代、アルバムとか昔買っておりました。初めて買ったのがこっち少女時代の G のアルバムだったんですけど、小6、うん。で、自信のあった、年ですね。で、これを卒業式で踊るつもりだったんですけど、踊れずっていう感じですごく悲しかった時期もありましたけれども。ということで、ヒョヨンさんが、なんとなんと XG ココナちゃん、ジュリンちゃんを含め、そして、リサちゃんですね。ブラックピンクのリサちゃん。そして、トゥワイスのモモちゃん。そして、XG ココナジュリンということで、選んでいただいたみたいですね。これ何がすごいかって、今、ソロでもご活躍されている SM エンターテインメントのもうスター的存在のヒョンヨンさんが XG の存在を認知している。で、しかもこれ名前もちゃんとココナジュリンって言ってたんですね。これからインタビュー動画を見ていくんですけど、名前もちゃんと区別できてる。で、XG の中で誰がダンス上手いかまでも知ってるってこと。なので、おそらくヒョヨンさん自身が XG のダンプラを見てくれた、もしくはパフォーマンスをちゃんと見てくれて、全員のメンバー、もしかしたら、ほぼほぼのメンバーの名前を覚えてくれている可能性が高いということで、めちゃくちゃテンションぶち上がっております。ということで、こちらが実際のインタビュー動画ですね。If you were to make a team that consists of idols and compete on street women fighter, who would you pick? ということで、もしストリートウーマンファイターに出て勝負するとしたら、どんなメンバーで、勝負、チームを作りますかっていう質問なんですね。で、こちらのインタビュー見ていきたいと思います。アイドルメンバーと함께수업화에출연을해요오아예아이돌팀이에요팀오재밌다그러면영입하고싶은멤버누구예요한다섯명만한다와저는바로떠오른거는우선블랙핑크리사씨아리사그다음에이제우리글로벌하니까 XG 에네코코나랑아코코나주린주린네그리고너무많은데청아모모아청아모모아우리완벽하게이렇게하면세다창작안무도중요하지만전배틀에서우선다떨어지잖아요아이친구들은배틀에서그래도시카모 XG 남아있을때그럼영입하고싶은멤버글로벌을뜻다섯명만한다전블랙핑크리사씨블랙핑크리사가먼저다있지는때아리사그다음에이제우리글로벌하니까 XG 에우리글로벌하니까그우리글로벌이잖아요ですか우리들なので블랙핑크리사씨아리사그다음에이제우리글로벌하니까 XG 에네코코나랑아코코나주린 XG 는코코나랑주린코코나ちゃんと주린ちゃんの2人を選んでくれた。で、グローバルセンスでこれを選んでくれたっていうわけなんですね。で、ストリートファイターってどういうもんなのっていうことなんですけども、いわゆるダンスバトルなんですね。ダンスのサイファー的な感じです。あともう一人、チョンハさんっていう方、こちらですね、が名前に挙がってたんですけども、これは、チョンハさん、元 IOAN っていう、オーディション番組でデビューした方なんですけども、今ソロデビューをして24歳の歌手の方でございます。IOAN っていうのは元ね、このアイドルグループでございます。プロデュース101ですね。アイズワンとかと同じような感じで、オーディション番組でデビューしたグループです。で、ストリートファイター、こちらですね。どんだけやばいのってとこなんですけど、1個動画をお見せします。マジね、発狂するレベル。これ全部見ちゃったんですけど、私。見ててやばいから。もうダンス界隈のすごい方が集まってダンスバトルを繰り広げてる。ココナちゃんとジュリンちゃん全然出れると思うんだよ、これぐらい。で、もうぶちかましてほしい。で、今回は韓国 VS グローバル的な感じの組み合わせになっていて、このすごくヒップの動かし方がすごい特徴的なこの彼女、シルバーヘアの彼女はおそらく海外、アメリカら辺から来た方なんですけども、ダンサーさん。で、この黒の衣装着てる方は、韓国のアーティストさんですね。これ多分ワッキングとかこの手の振りが有名な方なんですけども。で、日本のもちろんアーティストさんも出てて、そのアーティストさん向けに XG の楽曲が使われたってことなんですけど、ツバキルっていう
ツバキですね、こちらの日本人グループ向けに、今回のココナちゃん、マヤちゃん、マンデの楽曲が使われたということなんですね。すごいです、これもパフォーマンス。ぜひ見ていただきたい。ここですね。この6人組のダンスパフォーマンス向けに作った楽曲なんですけど、XC の名前も出てるし、ココナちゃん、ま、あのココナちゃん、マヤちゃんのマンネのゴリゴリのラップに乗せて踊ってくれているんですね。うん、すごいです。ということで、めちゃくちゃ嬉しいんでございますけども、まさかまさかのヒョヨン様がこんな形で XC の名前を出してくれるとは。で、海外勢もめちゃくちゃコメントしてて、もうココナちゃんファンの方とか、He won even before starting, that's cheating ということで、もう始まる前から大優勝してるんだよ、勝ってるんだよって、もうチートじゃねって、うん、Oh my god, XC recognition, the girls are getting so big every day ということで、 XC が認知されてる、毎日毎日本当に日々日々ガールズたちが大きくなっていくのがもう本当に最高ですって感じだね。Imagine if this really happened. これが本当に起きちゃったの、想像してみなよ、激ヤバじゃねって、うん。Wow, ここの Enduring of XC, it's gonna be dope. ここのXC、もし出たらヤバくねって、激アツじゃねって。Thank you, Hyun. Hyun さん、ありがとう。Someone has been watching XG ということで、誰かが XG のこと追ってたんじゃねって、まあ、Someone っていうのは Hyun さんのこと言ってない。Hyun さん、XC のこと知ってたんじゃん、追ってたんじゃんっていうふうに言ってる。That collaboration would make a revolution in the industry or something ということで、このコラボはもう業界に革命が起きるよっていう風に言ってたりする。面白いよね。 Oh my god, Street Woman Fighter 3, let's make this happen、まあ、今回やってるのが、今やってるのが Street Woman Fighter 2なので、シーズン3これでどうやらないかって、 Let's make it happen、 起こそうぜっていう感じで言ってる。 This will be the most tremendous fight of the year、 もう1年間でこの年で一番激ヤバな、激アツなあのダンスバトルになりそう。The world is healing, one beautiful moment at a time. Thank you so much ということで、もう世界はだんだんと癒されていっている、ヒーリング、もう治癒していってますというかね、美しい時がもう毎分毎回毎回起きておりますということで、こうやってね、大御所の方が XC の名前出してくれてね、あのグローバルルーキーということで今回ピックしてくれたんですっていうところなんですよね。 Thank you for always mentioning Chunhwa ということで、Chunhwaさんメンションしてくれてありがとう。 I can't believe she said this ということで、結構 XC のファンの方がこれに関して、あの海外アルファスメインにリアクションしてて、めちゃくちゃ嬉しかった。 Kokona and Juri must be so happy because they got acknowledged by the dancing machine herself ということで、このダンスマシーンであるヒョヨンさんに認知されてるなんて絶対嬉しいに違いないって言っている。でサイモンさんにもこうやってあのつけてタグ付けをして読んでって言ってますね。ヒョヨン biggest Chunhwa lover ということで、まあここら辺でまさかの最強メンツだわとか、まあ、海外アルファスからもかなり評判がいい模様です。ヒョヨンさんもかなりあのすごい方なんです、うん、で今ソロでカムバックをしている時期なんですけれども、めちゃくちゃかっこいいパフォーマンスだらけなので、皆さんチェックしてみてください。もうね、 SM が本当に本気出してくるの分かるなってぐらい、このピクチャーっていうので最近カムバーしまして、もう毎回毎回ラップもすごいし、ダンススキルだったら本当少女時代でトップだよねってところはあるんですよ、うん、でこのバイブスがやっぱりかっこいいし、ブラックピンクリサさんとかの、 あのマニーとかの MV 見るとやっぱテイストが似てるんですよね。もうこの時のさ、ヒョヨンちゃんさ、ヒョヨンさんってさ本当に可愛らしくて、でもなんかちょっとかっこよさもあってっていうイメージだったんですけど、今こうやってソロデビューして、少女時代も久しぶりにカムバしましたけども、こういうことになっていて、私はめちゃくちゃ嬉しい。で、ピクチャーチャレンジとかもやってありまして、そう、いろんなライズとかともコラボがあって、まあ、SM のなんか女王、ダンスマシンなので、本当に少女時代ってなると、もう上、一番先輩だよね。今、SM からデビューしてる NCT とかライズとかのメンバーもかなり本当に尊敬する大大大先輩であるわけ。で、そんな彼女に今回メンションをされちゃった。ダンスバトル出るならここだと、ジュリン・オフ・エクシーっていう世界戦が起きてしまいました。もうヒョンさんも私ずっと大好きな少女時代のメンバーで、あの箱推しなので、まあこういうあのなんだろう、エクシーとあの韓国のほんと K-POP のすごい大御所の方がなんかコラボじゃないけど何か接点が生まれて、そこから何か
新しい化学反応だったり、今回のストリートファイターの楽曲提供だったりとかも、今後サイモンさんがどんどんやってってくれるんじゃないかなと楽しみにしておりますね。今回ちょっと激アツな情報、もう垂れこぼしたくなかったので、はい、皆さんにお伝えしようと思ったし、ちょっと海外勢の、追いつき情報のキープアップの仕方がやっぱり早いし、日本のアルファズも負けてられないということで、海外勢の情報もこちらのチャンネルではアップしていければなと思いますので、ご視聴ありがとうございましたということで、 Thank you guys for watching, stay safe and healthy, see you guys in the next video ということで、 Goodbye。I'm talking left, right, link. I'm talking left hand ring.